古沢茂から1911年12月24日は、幕末の土佐藩士、明治期の官僚、政治家。自由民権運動家、県知事、貴族院議員、近景官施行。自由新聞主筆。幼名、うろう、別名、古沢うろう、ごう、すけど、土佐藩士、古沢乱洋の次男として生まれる。上洛士、尊皇上位運動に加わるが、 企業時に投獄された。明治維新後の明治2年、石巻県に出資。明治3年2月、大倉省に展示10等出資となる。同年7月、イギリスへ留学のため派遣され、政治経済学を学ぶ。1873年12月に帰国。1874年、板垣大輔の依頼で、民選議員設立憲白書の寄贈に携わり、 自由民権運動に加わる。1875年8月、元老院検対処機関に就任。以後、二等法制官、法制局検対処機関、地方官会議に御用係などを務め、1880年4月に退官した。その後、大阪日報社長となり、1882年に、 日本立憲政党新聞主幹、さらに自由新聞主筆を務めた。1886年2月、外務所機関となる。以後、外務省総務局報告課長、内務省参事官、農省務所機関、同参事官、停信省有務局長、県郵便為瀬貯金局長、県東京郵便電信学校長、鉄道会議議員などを歴任。 1894年1月、奈良県知事に就任。県庁舎の新築を実現した。その他、帝国奈良博物館評議員、県道博物館長を務めた。1896年12月、石川県知事へ転任。1898年7月、同県知事を退任。1899年1月、山口県知事となる。産業振興のため、 道路改修と教育の充実を推進した。1902年2月に山口県知事を給職となる。1904年8月22日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任。1904年9月17日、近急官司公を仰せつけられた。その他、教会用図書調査委員会委員、維新資料編纂会委員などを務めた。ありがとうございます。